張り切りすぎた。過去の特殊な荷物、荷物、荷物っていうか荷物ではねえんじゃけど、この運送あるある、運送あるある荷物、運送あるある荷物でもねえな。まあなんせなあ、わしらの仕事を言うてなあ、結局すげえトラックの運転手さんや、こうでもスライドする人や、こうほんましょっちゅうするし、仲のええ人や、こうでスライドすりゃ電話かかってきてな、こうチャ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 言うんが楽しいが、ある時な、仲のええ人とスライドしましたと、ほんならや電話がプルルルかかってきて、おおどうしたん、イヤホン口、お何、おおおつれーガウルルーって話をしておるうちに、おめえ今日ツーマンかい、いやツーマンな、ツーマン言ったらもう二人運行な、二人運行かっていうことな、おおめえツーマンかい、いやワンマンじゃ、ワンマン言ったら一人運行な、まあ、基本一人運行じゃ、トラックの運転手さんはな、ワンマンじゃけどどれなんで何が、いやおめえ助手席今スライドした時おめえ人乗っとったぞ、は、いや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 、んなわけねえかろうが、どこ見とんな、誰を見とんなら、わし一人じゃけ、一人しか乗ってねえじゃん、見て見回しても乗っとれへんで、乗っとったでおめえ、おお、まあ、乗っとったら乗っとったでええわ、男じゃったん女じゃったん、女に見えたけどのっていうわけじゃが、まあ、女だったらええわ、もう何でもええわ、まあそのなわしらの仕事なあ、キャリアかなんの仕事ってもう新車運びおる人、新車部隊はそんなことはねえと思うんだけど、事故車と言われるものをやっぱり運ぶわけじゃが、事故車って言うてもまあもうこっからはもうちょっと18禁で喋っていくんじゃけど、ああただ釜掘りましたじゃ、どっかへぶつけましたじゃいう事故車だったら別になんともねえんじゃけど、なあ1回転も2回転もしても全方向がボッコボコの車じゃったりな、ほんで中が血まみれの車、フロントガラスが頭の形になあひび割れてへこんどる、そこへ髪の毛がついとったりする車もやっぱりあるわけよな、じゃけ一概にスライドした時にわしの隣に誰かが乗っとるっていうこともないとは言えれんのよな、結果そりゃなあ、わしら暗闇でライト照らしながら車探していきょうって、おっしゃ自分の車があったで思うてや、パッと運転席を開けた瞬間うっと匂うすげえ匂いがすることがある、もうそれってまあごく稀じゃけど一発でわかる匂いがある、うわこれマジかと思うな、もうこの中身もう天井から横から全部真っきっきりになっとる車、案の定ライト照らして助手席の足元を照らしてみたらレンタンが置いてあるという、そんな車両もあるからな、はたまたこのドア枠、すべてのドア枠にガムテープよな、ガムテープが貼られとるような跡があるような車、ほんでよう見てみりゃあんたな、後ろのあの排気ガスが出るとこだろう、この筒がな、そこへホースをつないでや、後ろのドアからホースを中に入れとんな、そりゃえげつねえって、そりゃまあそんなな、そういう車
お運びおるからやっぱりな、最初の方はな、陸走やキャリアカー乗り始めた頃やこうはやっぱりそんなんでちょっと気持ちが悪いなっていうことでお祓いにも行きおったんじゃけど、もうそんなんに金かけてもな、そんなん気にしおったらもう仕事にもならんし、もうそこはもう割り切ってやらにゃいけん部分があるけやな。じゃけもう一概にわしの隣に誰かしらが乗っとる、乗ってねえとは言えらん。そりゃ乗っとるかもしれん、スライドした時にな。もうじゃけあのみんなあのわしとスライドする時ほんま乗っとるかわからんけよ、気ぃつけて気ぃつけよって。ほんまにもうそんなんな、ほんまな、ほんま気にしようったらこの仕事ならん、仕事できんけな。もう割り切っておるんなら俺でも別に構えへんし、ただこうなんかトラックに住みついとるくらいならまだいいけど、体でこうなんていうかな、こう背中の方へ乗ったりこうされたらちょっとかなわんのじゃけど、っていうのがあって、まあそうやな、新車運ぼうが中古車運ぼうがそんないわくつきの車を運ぼうが運賃は一緒だからな。でな、やっぱり今でこそもうねえけど、一般で走りおる頃やこう峠をな下走りおったらやっぱりな、県境県境でやっぱり峠があるが、とある峠を走りよって越えよったんやん、次の県またぐにな。ほんならもう朝方の1時2時よ、そん峠の中腹ぐらいであんた女の人が左脇を歩きょんじゃが、真っ暗ん中、こんな時間に、うわ怖っと思うた瞬間、怖と思うと同時に、いやちょっと待てよ、これ彼氏とでも喧嘩してなあ、降ろされて一人寂しゅう歩きょんじゃねえんか、これもしかしたら声かけて乗っけてあげりゃワンチャンあるんじゃねえかなとかってふと頭の中よぎるんよ。うわ止まろうかな、いやでも気持ち気味悪いような、怖えよなっていう、そんなんもあってやっぱりもうそのまま行ってしまうけどね、やっぱもう真っ暗じゃけな、突如女の影が、左路肩歩きよる女の人の影が現れてみね、ドキッとするよもうこうやって。そんなんもあったり中央車線を歩きよるのも俺見たことあるけな、まあそれもちょっと気持ちが悪かったな。いろんな県境や、ここのトンネルがあそこのトンネルがいうのがあるか、やっぱりな。いやまあそんなこんなの話よな、結局わしとスライドするときは誰かが乗っとると思うて、そういうこと。まあじゃけ何、特殊な荷物というかこの業界あるあるなんかなっていう、人間ではねえな、荷物でもねえな、この世のものではない何かが乗っている、それを運んでいるっていうお話。それでは全国の皆さん、全国のトラックドライバーの運転手さん、一緒かトラックドライバーの運転手さんで、それではいろんな交通状況なあ、不思議なでことが走りおったらいろいろあろうけど、無理せんように頑張ってくださいね。バイなら。